回チェイスアンドリューとノスで出演します。ギターボーカル須田和ことファックアップです。よろしくお願いします。全然声ちっちゃかった。9月26日に開催されたメイドインミー主催のリハビリスフェス、総勢68組のアーティストが参加し、盛りだくさんの内容で大成功を収めました。今回は8個の突撃街頭インタビューを公開。当日の様子をお楽しみください。それではどうぞ。どうも、ウォーターです。ウォーターの皆さんがよろしくお願いします。いました。さながらの人たちとかこのメドミミに出させてもらうことになったんですけど、はい、おい真面目かよ。続いてはこちらの若者4人組。今日みたいなのはみのりです。お、みのり、早いですね、はい、出番が。みのりです。みのり、みのり人気。急がないとよ。急がないとね。私も今日みのりを見に来ました。みのり。僕もみのりを見に来ました。あ、みんなみのり目当てだったんですね。誰か寝坊した？あ。続いてはさながら起きている男性。お目当てのバンドを聞いてもいいですか？目当てはメイドインミーとか、あとは僕住んでるのカスタード。テトラの2人に会いました。イエーイ。髪色も変わって可愛い2人。栄冠のテトラの2人でした。バイバーイ。栄冠覚えててくれたね。あの日からずっと使ってるよ。本当ですか。リハ中とかも使うもん。栄冠です。続いてはこちらの女の子。今回のお目当てのバンドは何ですか？今回はやっぱりメイドインミーを。メイド。聞こえなくなっちゃった。続いてはこちらの2人組。メイドインタビュー、ろくでもない夜の下に行きましょう。この2人はいつも来てくれる神客の皆さんです。今からグッドグリーフ。グッドグリーフを見に来たということで、いいと思います。どうもビリフェスやってます。今回レニーコードディクション、ボーカルのバタルくんとトロくん。はい、他人のふりしないと。めんどくさいからよろしくお願いします。お願いします。ちょっとじゃあ質問だけパッとバタルくん、はい、メイドインミーの音楽を好きそうな人が、好きそうな人におすすめしたい映画ってあります？あんねん。オルンド。オルンド。メイドインミーって喜怒哀楽全部歌ってるやん。確かに確かに。喜怒哀楽全部詰まってる日本の映画といえばリップバンウィンクルとか花嫁で。リップバン？リップバンウィンクルの花嫁。ライブ前のルーティーンは？ないです。ないんだ。あるし。いやねえ。ねえから。なんかあるんですか逆に。あ、それ聞いた。逆に何ですか。でも手洗うのマジで。手洗うのなんかペタペタするんだよ。カワウソってこと。カワウソ。やめろ。続いては女の子2人組。今日のお目当てのバンドはなんとなく分かるけど、聞こうかな。一応聞こうかな。バジリアントマトです。バジリアントマトだと。バジリアントマトだ。こんな若い可愛い子がバジリアントマトを。びっくりだよ、本当に。好きな曲ってあります？好きな曲は、なんだろう、全部いいよな。全部いい、全部いいよ。新曲の中だったら、新曲の中だったら、正論です。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 はい、ということでですね、ビリフェス、街頭インタビューのお時間でございます。ね、今日は何見に来られたんですか？こっちだろ、普通に。今日は誰を目の住んだ目当て。今日は忍者ファブリックと、はい、なんかハリデダイ。入場規制。入場規制。入場規制です。規制です。だから慣れてるんだ。慣れてます。結構だいぶ入れなそうじゃないですか。ね、やばそうだ。やばそう。はい、なんか食いました。ちょっとこれ、もう俺次もっとうまくいけるわ。シェルターでトップバッター、うんうん、超楽しかったです、はい、アイドルとしてね、唯一今日出させてもらって、はい、あとバンドセットでやらせてもらったんですけどね、みんな早くから来てくれたみたいで本当にめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、さながらも皆さん来ていただいておりまして、これはライブ衣装で来ました。シャングリラ担当させていただきます、ミッキーです。一番デカ箱
すごいじゃないですか。どうですか調子は。いやー人がいっぱいですね。街頭インタビュー、街頭インタビュー中だから、メレーメレー。 あ、その柄マスクつけない？なんで？あ、ごめんなさい。なんで？なんで？靴下片方もらいます。どうもノーブライトガールです。イエーイ。俺がここにいると。ノーブライトガールの皆さんです。イエーイ。お願いします。本日ベリーフェス、2時45分からデイジーバーで出演させていただきます。はい、ということでやっていきましょうね。そういう感じじゃない。ここでパトロール隊と遭遇。ゴミ拾いしてる。えらい。ポイ捨てやめましょう。そうだね、ポイ捨てやめましょう。ポイ捨てやめましょう。路上でたまるのに。すごい、えらい。ゼガヒデモの2人がやってくれてる。ビリフェス楽しいね。なんかすごい言わされたみたいな。1,2,3,4,5,6,7 ハチコ。え、あ、動画ですか。そう、動画。ミドミありがとうございます。リンガフランカやってやりました。やってやりました。続いてはお姉さんたちのインタビュー。今日は何を見に来ましたか。夕闇。あ、夕闇。夕闇。夕闇。アイススモーク着てますね。コラボの。え、今は何を見に行ったんですか。今ご飯、あの、何食べたって。あ、チーズナン食べてきた。何でしょう。ありがとうございます。でこれからどこ行こうかなみたいな。あ、エテ。エテだけすごいよく聞くから初めて。あ、じゃあ今向かう最中。そうです。あ、すみません、止めちゃった。続いては仲良し3人組。3人にちょっとインタビューしていきたいと思います。ありがとうございます。今は何を見ていたんですか。カルトで。カルト。どうでしたか。もうめちゃめちゃかっこいい。続いては男の子2人組。今何を見ていたんですか。デトックスを見ました。デトックス。結構パンパンだったっぽいですけど。そうですよね。見れました。見れたの。めっちゃギリ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 。ジェイソンまだやっとくか。やってる。まだこれから。まだこれから。じゃあもうジェイソン&で。あ、じゃあ別コード。別コードやんな。あ、でも今の機種で。あ、また合流し。そんな感じ。ここでジェイソン&アンドリューに遭遇。号泣。ジェイソン・アンドリューに遭遇。ちなみにリハーサルも始まるぐらいだよ。そうです。マジで5分前とか。あ、すごいすごい。それは結構貴重だ。マジでもう入んだけど、うん、やばい、どうしようどうしよう。どうぞ。緊張してる。ちょっと来た。緊張してる。やばい、緊張してんだ。どうしようどうしよう。うわ、俺別に見に行くわ。こんな遅いでしょ。一番ここ選びます。ありました。